京都御苑。京都御苑は、京都府京都市上京区にある国民公園。京都御所の周囲の地区を指す。京都市の中心部に位置し、東西南北を寺町2、唐町2、丸田町通り、今出川2に区切られた区域。東西約700メートル、南北1300メートルの範囲で総面積は92ヘクタール。そのうち環境省が管理する国民公園である。 京都御苑は65ヘクタールに及ぶ。現在は京都御所、仙洞御所、京都大宮御所の築地内は、宮内庁が2005年4月に開館した京都迎賓館は内閣府が、それ以外は環境省が管理している。多くの木々が生い茂る公園内には京都御所、仙洞御所、京都大宮御所、宮内庁京都事務所、 工具警察本部京都護衛所などの区内庁、工具警察関連の施設をはじめ、区外屋敷の移行、公園の管理を行う環境省京都漁園管理事務所のほか、グラウンドやテニスコートもあり、市民の憩いの場になっている。京都漁園の地には、江戸時代には200余りの区外屋敷が立ち並んでいたところ、区外町で、その歴史は豊臣秀吉が大規模な都市改造の一環として、 道場区下をあまねく近利、御所周辺に移させた天正年間に遡る。ただし、近年の研究では、区下の集中政策は織田信長から引き継いだもので、京都の改造とは直接的な関係はないこと、神家の設立による土地不足や経済的な問題によってすべての道場区下がこの地域に住めたわけではなかったことも指摘されている。 明治になると、明治天皇に従って、多くの公家が東京へ移り、家族制度の発足とともに、すべての家族の東京移住が義務付けられたことで、公家屋敷は、もぬけの殻となり、御所周辺は、急速に荒廃していった。この状況を憂慮した岩倉と美は、休館保存のためにもなることを理由に、明治10年、1877年御所の保存を、建議した。これを受けて、 京都府は五所を囲む、日よけ地を確保することを目的に、軒を貫ねる、旧区毛屋敷の空き家の撤去と跡地の整備を開始した。これが、京都御苑の始まりである。当初は、周囲の土塁と堀を整備するにとどまったが、その後も整備は徐々に進められ、明治十六年、1883年に、御苑の管理が京都府から宮内省に移管され後も続けられた。 大正天皇の大礼が京都御所で行われることになると、整備は急進展を見せ、県礼門前大数に大規模な改修工事が施されて、ほぼ現在の姿になった。戦国内省が解体されると、昭和24年、1949年には、厚生省の管理運営の元御苑は国民公園となった。昭和46年、1971年に、 各省庁で環境や公害に関係する部署を統合して環境庁が創設されることになると厚生省の大臣官房国立公園部も環境庁に移るとこになりこれに伴い漁園も道庁の所轄となったこれが環境省に引き継がれて今日に至っている五所、戦洞御所及び京都大宮御所以外にも京都御園には 国家の邸宅をはじめとする遺構が数多く残されている。三宅のものとしては、南西部に、肝員の宮家の邸宅が保存されている。北部には、京急家の邸宅の築地米と表門と直主門が残る。内部の建物群は二条城の本丸に、一区保存されている。肝員の宮古都市と新王が、明治年、千年、1877年に、 東京に移住するまでの邸宅である。明治16年1883年5月に、官員の宮邸内に、区内省京都市庁舎の建設が始められ、同年12月には、現在の形態に近いものが完成した。その後、所管を、区内省から厚生省、環境省と移しながら、現在に至る。建物は、中央の中庭を4つの胸で囲む。 平面構成となっている。東棟は正面、入りもや作り地取りハーフの車寄せ玄関がある。南棟は資料展示室、収蔵室になり、南側全体に日差しをつけた大きな瓦や吹きの反り根を持つ。西島はレクチャーホールで、北東が事務棟となっている。小規模での修繕が繰り返されてきたが、建物全体の破損や狂いが大きくなってきたため、 平成15年2003年に全体の修復整備を行うこととなった。外観は建設当時の状態の保存を図りつつ、候補の不必要な部分や内部の模様替え部分を撤去、整備する方針で行われた。平成18年2006年3月に完成し、現在の姿となった。京都御苑の自然や歴史を学ぶことのできる収納展示室があり、庭園を見ることもできる。 上記の浜栗御門は、もともと、新在家御門と言い,い、開かずの扉であったが、1788年の天明の大化の際に、初めて開門された。このため、炎で貝が開くことの比喩で、浜栗御門と呼ばれるようになった。また、1864年、現時元年に、尊王上位派、長州藩と徳川幕府、藍津藩の戦いである金門の変、 はまぐり御門の辺変が勃発した。現在でもこの戦いの傷跡である銃弾の跡が門に残されている。京都御所の東北角、御所の鬼門に当たるところに御手倉を担ぐ三郎御園、日吉社の猿が浮き彫りにされている。また、角が直角ではなく一部を凹ませている。文久三年、1863年、尊上派の区間、姉が工事工地が暗殺された場所でもある。 作平門外の変。上記の建造物以外には、以下のようなものがある。また、五石家のこの池や九条家の庭園の池である。この池や九条池は、よく保存されており、かつての釘の生活をのぶことができる。京都御園内には五百種以上の植物がある。園内には、約五万本の樹木が生育しており、多くは明治以降に植栽されたものである。松。 ケヤキ、シイカシ類、イチョウなどのほか、梅、桃、桜、サルスベリなどの花の咲く木も多く、これら多彩な木々が、魚園の風格と四季の彩りをなしている。また、スミレ、タンポポドの草花や、キノコ類も多く見られる。キノコ類は400種以上が確認されており、一年を通じて観察できる。園内には、生物も多く見られる。野鳥の観測地として知られ、 100種以上の野鳥が確認され、そのうち120種は園内で繁殖されている。代表的な鳥としては青葉と、貧トラツグミ、ゴイサギなどが挙げられる。昆虫類も多く見られ、鳥類55種、トンボ類26種、セミ類8種などが確認できる。園内には自然に親しむ場所として、母と子の森、トンボ池、取水の小川などが整備されているほか、 母とこの森内の森の文庫では植物や生物など自然についての本が置かれたり、会員の宮屋や敷屋との収納展示室で自然や歴史について解説と共に学ぶこともできる。こうした環境が京都市内の中心部にあることで散策や花見のほか、バードウォッチングや自然観察会などに多くの人が訪れる場となっている。京都の住民は 京都漁園の区域を指して、御所と呼ぶことが多い。公園内ではのんびりと散歩を楽しむ人や、バードウォッチングをする人もいる。漁園の北隣には、同志社大学と同志社女子大学、両校とも、今出川キャンパスがあるため、ベンチで寝転ぶ学生の姿をよく見かける。また、住民の通り抜けるルートにもなっているが、通路部分は舗装されておらず。 砂が敷き詰められているため自転車では走りづらい。しかし、自転車の走行跡が砂地にできて走りやすくなっている部分もある。この走行跡は御所の細道と呼ばれることがある。ただし、走行跡は自転車1台分の幅しかないため、対向車が来た場合は譲り合う光景が見られる。公園内は京都府警や皇宮警察が常に見回りをしていて、 京都御所や仙洞御所の塀に近づくとセンサーが反応しすぐに注意される。公園内への放置自転車が2010年代に入って目立つようになっている。主に近隣の京都市へ地下鉄丸玉町駅の利用者が止めているものと見られている。地元住民からは公園の美観を損なうなどとして撤去を求める声が強いが公園内は 京都市の撤去条例の対象外となっており、公園管理者である環境省などは対応に苦慮している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。